どうもお久しぶりでございます。たくさん使いのアタックです。今回はまた巻き音の固定動画となります。さあ前回の話の続きとしてまあこれこの組み合わせまあどう見てもまあこれフルブの時ってフルブの時なんですけど、まあこの組み合わせどう見てもまあこの組み合わせおかしくてまあ、ザックスリーがまず、まあ、あの当時で、まあ、ゼータザクと並んだ、最弱機体なんですけど、その時に、まあ、ちょうど固定してた時に、じゃあ、あいか、組み合わせ何がいいですかねって話した時に、出てきたのが、エピオンで、とあるリスナーから言われて、この組み合わせが誕生しました。そして、まあ、なぜか知らないけど、まあ、恐ろしい組み合わせとなって、まあ、リスナーとか、リスナーだったりとか、そこら辺の身内からも、この組み合わせやばい、ガチだって言われました。なので、まあ、自分の、放送でいくと、まあ、エピオンとザクスリー組むと、ガチな組み合わせって言われてます。さあもう気づいた頃にはもう相手もうエピオン落としてる頃にはもう1500コストになってるってとんでもねえ状態なんですけど、はい、武道家具やって自爆さあそうこうしてる間にまあこの自爆結構嫌なパターンでもう無理やり高度上げるためにダウンしてますっていう感じで、で相手がX1 落ちてますっていう感じ。さあ続いての試合に行きましょう。でいろんなところで言われてるんですけど、まあ自分爆弾戦法結構いろんなところでやっていて、ザクセリ2落ちするん下へ突っ込ませた方がいいんじゃないのかなって言われてるんですけど、まあ基本的にまあなんでザクスリー2落ち戦法になったかっていうと、これやりすぎたっていうのがありますね。で基本的にもうこの組み合わせで一番の原因は疑似体持ってく感じなんで、もう疑似体持ってって相手ボコボコにした方が勝ちっていう。で自分減ってるんですけど、正直全然焦ってないです。じゃあ、ボコボコに、最初にボコボコにすればいいやっていう感じなんで、まあ、後半になるにつれて、まあ、どうするかなっていう感じで動いてますけど、最初の頃は、もう、序盤は、どっち食らってもいいやっていう感じで、突っ込んでます。なので、こんな感じで、いつの間にかエピオンとバルバドス落ちてるっていう感じで。で、相方覚醒してまあ行くんですけど、まあちょっとここで自分ちょっと下がりますね。でイフリとか一回落としいい感じでやったんで、さあちょっとダメージ食らって、でまあこうまあ相方が覚醒したんでちょっと下がり気味っていう感じで、さあ掴んでさあ風格さあ、ブーカクして、さあ、相方落ちたけど、バルバトス、ちょっとまあ、一落ち、覚醒一回の、あれで、いい感じで減ってますが、さあ、よくさまたって、さあ、逃がさねえぞともう、F 角で突っ込んでいく。さあ、一番最悪なパターン。逃がさねえぞと。はい、もう逃げ道ない、バルバトスは。下にザクスリーいて、ヘピョンが突破していく。さあそんな感じで、まあ N 角の覚醒技で落とし切って終了。いやー、相変わらず見てて試合展開早いなーって感じですけど。さあ続いての試合、ニューガンとビリストですね。まあこの組み合わせも結構辛いとは思うんですけど、まあ正直もう乳がん突っ込め乳がん突っ
掴めればどっちもいいやって感じで。さあ、外れたところに、って言って、さあ、あとは、ビルストを外す感じですけど、もう、ビルスト見ろよって感じで。さあ、乳がん落ちて、さあ、横横。まあ、食らってもいいやって感じで。さあ、エピオン覚醒。さあ、12番かな ?12 番か。そこら辺。さあ、横横。さあ、あと打ち上げ。さあ、そうこうしてる間に、いつまにか、イチョチゴの乳がんを掴んで、もう減り切ってる!やべえって感じで。さあ、もう、あとは乳がんを追います。逃がさねえぞと。さあ、気づいた頃にはもう、ビルスを、ビルスを気づいた頃にはもう、手遅れっていう感じで、乳がんを落とす。乳がんを落として終了。S 確にしない理由は、正直、この組み合わせで S 確にしても何の得もないっていう。それが、一つですね。さあ、続いての試合、バエルと、ルプス、となります。本当に、早すぎにも程があるな、っていう感じですか。さあ、ちょっと自分、まあ、バエル一応、逃げ方法で前角あるんですけど、もう、相方に任せます。なので、自分、まあ、ちょっと辛いけど、まあ、ルプスに行く感じで。さあ、掴まれて、さあ、特角から N 角、前派生されて、さあ、ちょっと逃げます。さあ、なんで横様当たんなかったかなって言って、さあ、太鼓の達人されてるけど、正直、もうバエルが、バエル冷え切ってんで、正直どっちでもいい。って感じ。さあ、格闘チャージ当たったけど、さあ、ブーカク、あとはバエルにちょっかい出しますって感じ。さあ、そうこう言ってないで、自分先落ちして、まあ、正直、先落ち、まあ、どうにかなります、これ。あと自分見ろよっていう感じでもう、あれなんですけど。さあ、バルジギ見えたけど、すげえひどい試合。すげえひでも見えた。さあ、バエル覚醒して、さあ、突撃してんかくるけど、分割見えねえって感じで、さあ、横横からの、覚醒技。さあ、ちょっと減り切るかと思ったら減り切らない。さあ、あとはちょっと自分下がり気味の感じで、まあ、バエル追うぞって感じで。で、横サブで落として、さあ、さあ、ループス、まあ、ここまで来るともう、ループス覚醒ないんで、まあ、ゆっくりって感じですか。さあ、ループス、まあ、抜け隠して、さあ、特殊で行くけど、正直、もうここら辺は、どっち突っ込んできてもいいやって感じで、逃げ道ない状態で、N 角、まあ、メイン当たって終了。まあ、バイロンも、300ぐらいの多分覚醒1回コースだったんで、もうどっちも、覚醒ない状態でしたね。いや、最後の試合となります。さあ、最後の試合は、ダブルオーと、フリーダムですね。まあ、組み合わせ、まあ、ダブルオー、相方がきついって言ってたんで、まあ、自分ダブルオー行って、相方にフリーダム行ってもらうって感じですけど、まあ、ちょっとそこは、まあ、あれですね、見ながらって感じですけど。正直、ダブルオーがきついっていうより、自分もフリーダムきついんだけど、正直、どっちにしても犠牲持ってければいいやって感じで。さあ、ちょっとバラエナ食らっちゃって。痛いダメージですけど。もう、あとは寝かせるだけ。さあ、寝かせて、ゲームスタート。さあ、あとは、フリーダムと距離離すっていう。ダブルオーの距離を離して、さあ、N サブ当たって、さあ、トランザブライザー来て、まあ、ちょっと自分食らいすぎたんで下がりますって感じ。まあ、ここら辺で下がりつつですけど、まあ、正直、トランザブライザー咲かせるぐらいだったら、美味しいですけど、さあ、ああ、見えてしまった。甘いことにはこれ飛んでくるんで。さあ、そうこうしてダブルを落として終了。早すぎだろっていう感じで。さ
さあ、といったところで、今回の動画以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。